皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。国道230号線を洞爺湖方向に走っています。今、道の駅230ルスツを通り過ぎました。ドレン抜きの必要な方は、ここの道の駅で済ませましょう。洞爺湖側の交差点を右折します。今日は、羊蹄山のお隣の山、尻別岳に登りに来ました。次の交差点を右折して、北海道道257号、ルスツ肝別線に入ります。登山道入り口までが、ちょっと長いけど、我慢我慢。右側のちっちゃな白い看板を目印に右折します。右折してすぐに水たまりを渡ります。この水たまりは、消毒液のプールで、農作物に被害を与える線虫を防除するためのものです。砂利道が延々と続きます。この砂利道は、尻別岳の隣の、小ぶりな反老山715メートルまで続いています。尻別岳登山口のちょっと先の山頂まで車道が続いているので、下山後にでも寄り道すると良いでしょう。展望が抜群ですよ。尻別岳の登山口に着いたようです。入山届を書いて、いざ、登山開始です。
3250メートルのうち、300メートルの看板です。ルスツスキー場のリフトですね。登山口のソリオイ山は、ルスツリゾートの山で、隣のソリオイ山から尻別岳に登ることになります。ここは、まだ尻別岳ではないんですね。ご覧のように、登山道はすごくよく整備されています。歩いていて快適です。今のうちは。3250メートルのうち、1200メートル来ました。きつめの登りになっています。眺望が開けました。晴れていて、とても綺麗です。下に見えるのは、ルスツリゾートです。ということで、眺望を楽しんでいるのはゴプロくんで、ウプ主は、急登で汗びっちょりです。773メートルピークに出て、道が緩やかになりました。ゆっくり眺望を楽しみながら登ると、楽しい登山コースです。
道は下りになりました。この先、723メートルまで下がってから、急登開始です。こうしてみると、山頂は、まだまだ遠いですね。3250メートルのうち、2100メートルだよ。まだ1キロ以上あるんかい。やっと2400メートルまで来ました。あと、850メートルです。山の稜線を見てもわかる通り、傾斜は、めっちゃめっちゃきついです。その代わり、進むとぐんぐん高度が上がります。休憩者をカバーするように、階段が設けられていますが、かなり老朽化して、なくなっている段も多い状態です。時々、歩みが止まるのは、息が切れて、ゼーハーやっているからです。すっごいきついんだからね。
ープ場は、片手でロープを手繰って登りますが、めちゃきついところでは、カメラもつても動員するので、動画が荒れます。このシーンは、両手でロープを手繰っています。案外しっかり取れてますねシリ別だけの YouTube 動画は多々ありますが、こんなめっちゃきつい登りシーンを延々流すのは、あまりなくて、あっさり山頂に到着する印象のものばかりです。つれづれ北海道チャンネルは、登山道ノーカットで、楽な箇所もきつい箇所も、すべてを見せることで、登山する人の技量に合わせてチョイスできるように編集しています。また、登山に行けない人には、丸ごと登山する疑似体験ができます。時々、なぜこんな苦しい思いをしてまで山に登るのか、という疑問にぶつかります。それは、山頂を制覇した満足感と、下界から見上げた時に、あの山頂を踏みしめたんだ、というある意味、勲章のような誇りが得られるから、というのが自分なりの答えになっています。今年6月22日の萌岩山を皮切りに登山を始め、この尻別だけで34座目と、ハイペースで登っています。雪が降るまでに、どこまで伸ばせるか挑戦は続きます。あと500メートルでゴールです。もう一頑張りです。
3000メートルを通過。あと250メートルです。秒読みですね。料亭お嬢さんが、麗しいお姿を現しました。やったー、やったー、やったーマン、尻別山山頂、1107メートルに到着です。今日も独り占め。山頂は、広場になっていて、多人数で来ても大丈夫です。途中の急登で、ヘロヘロにくたびれましたが、短時間での登頂に成功です。登頂1時間9分、標準2時間、下山、1時間5分。標高差647メートル、平均ペース170から 190% でした。山頂はなだらかで、笹が生い茂っているので、眺望はいまいちです。かえって、登頂途上の登山道からの眺望の方が抜群にいいですね。天気のいい日は連日の登山でしたが、明日は運命のワクチン接種日なので、その後数日は登山お休みとします。来週以降は、ニセコ攻略を画策しております。尻別岳登山動画はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。いつ見ても惚れ惚れする、料亭お嬢さんの姿を見ながらお別れです。では、またね。